クリーモフ M-105 クリーモフ M-105 あるいは VK-105 とは第二次世界大戦期のソビエト連邦の航空機用エンジンである。千張機台前半の出力を持つべき例、V 型12気筒エンジンで、戦中のソ連における標準的な軍用機用のエンジンの一つだった。このエンジンは採用当初は M-105 と呼ばれていたが、 対戦中に命名規則が変更されて、VK105 に改名した。VK は、クリーモフ設計局を率いたウラジーミル・クリーモフのイニシャルに由来している。1930年代、クリーモフ設計局は M-100 の名で、フランスのイスパノスイザ 12Y エンジンのライセンス生産を行い、その経験をもとに1940年に M-105 を完成させた。 当時の先進技術を盛り込んで設計され、一段二足式の下級機、一気筒あたり二つの排気バールブ、イーチバランスクランクシャフトを備えていた。M-105 は、各型を合計で、約9万千機という大量生産が行われ、約 -1 戦闘機と、その派生型、ポリエチレン -2 爆撃機などの、対戦中のソ連の主要軍用機に使用された。また、 M-105 の設計をもとに VK-106 や VK-107 などの改良型も開発された。M-105 の派生型には戦闘機向けの M-105P の系統と爆撃機向けの M-105R の系統がある。ソビエト連邦フィンランド。ありがとうございます。